なるほどな。ここは実在せぬ次元、さしずめ無次元といったところか。しかしやってくれたな、コーチメガ。あれをかすめ取っていくとは、どこまでもなめた真似をしてくれる。コアを貫かれただけでは飽き足りぬか。ベルサスで代替するつもりか。つくづく欲深い知れ者だ。次はない。後悔する暇も与えずに瞬間葬り去ってくれよ。だがまあよい。結果的に次元融合はなされた。あとは言う、この無次元から合一の世界へ帰り王の座に着くのみ。このようなところにお前要注する。無に介入してきてまで笑わせる。だが貴様のここにいるのは、余も元の世界へのつながりを得ることが可能ということか。一つ戯れに付き合ってもらうぞ。全てを構築し直すのだからな。
つれを感じたぞ。どれだけの時を費やそうと必ず脱出してみせる。いや、ここには時間が無限にある。焦る必要もないのだろうが、気がかりは得意点よりも高知。蒔いた種すら暗いかね。世の計画に依然支障はない。絶対的な揺るがぬ罪を次の一手としなければならぬだろう。封印強度はまだ7割残ってるんだぜ。それでこの暴れっぷりって。この体まだ四年体っていうかイメージの残像みたいなものだろ。全開にしたらどうなっちゃうの。糸くずを払うも道義、検証にすらならぬ。でどうする、そろそろ本番行くかい。無論だ。貴様は赤き竜を捕らえ、得意点の注意を引いておけ。その隙、余が黒銀の翼を引きずり出す。オーケー。まったく打点使使いが荒いね。世界を作った神の片翼を持って終末のトリガーを引くわけか。面白くなってきた。このような折に世を封ずるなどと許すまじ人間ども、世の復活をもって幾重もの因果を束ねた絶対世界を掌握し、駒のごとき命は全て蹴散らす。そして次元時空を滑る得意点として全てを超越する。